SSTR2022 のスタートです。過去最多の8881台のバイクが夕日の沈む石川県の千里浜渚ドライブウェイを目指して走り抜けます。私たちの今回の出発地は離島香川県の小豆島。フェリーありグルメありの13時間の旅を最後には美しい夕日に恵まれゴールすることができましたよ。その様子余さずお届けします。お楽しみに。クシンチャンネル始まるよ。おはようございます。SSTR2022 スタートします。ここはですね、小豆島オリーブユースホステル。もう目の前がもうね海なんです。小豆島知ってる？香川県ですね。高松から船で1時間やってまいりました。すごいでしょう、海の真ん前。今年の SSTR はスタートしますよと。よし、スタートなりました。6時17分。そうそう、だいたいね日の出とともに出発するんですけど、7時15分にならないとこの島を出られないんですね。あのフェリーがここから神戸までフェリーで行くんですけど、フェリーが出れないと私たちはこの島から出られないので、ここからで中にもね道の駅があるんですよ。なのでそこの地点を登録しつつフェリーターミナルに向かっていきたいと思います。あ、そうそう、今回もミニ監督も一緒です。じゃあ最初道の駅そこ行こうか。で地点登録をして次港に行こう。最初の3秒が大事だからね。そうです。うるさー。うるせーなー。朝は特にうるさいよ。よし行こう。えー、あーいいなー。 あ魚跳ねてる。ほんと、いいなー。もっとゆっくり来たいね今度はね。いる。小豆島オリーブ公園。最初の道の駅だね。最初の道の駅だね。うん。そっか。ここだ。乗用車バイク。ちょっと入り口が、うん、あ、ここ駐輪場だけど、まだちょっと朝で。ちょっと、ここで、わあ眺めめっちゃいい。あ。ここで誰もいないからここで写真撮っちゃおう。めっちゃ綺麗だな。最高。うん。綺麗。この木がオリーブなの？そうだよ。そうなんだ。オリーブない？近所に。うん、ない。よし、2ポイントゲットだね。SSTR とは、サンライズサンセットツーリングラリー、太陽を追いかけろということで、朝ですね、日本海とは反対の海、太平洋側とか瀬戸内海を出発して夕日が沈むまでに、日本海の能登半島、石川県の羽咋市の千里浜渚ドライブウェイにゴールするという、イベントですね。太陽を追いかけろということで、全国からね、5000台ぐらいがね毎回走るんですけども、途中で道の駅、それからサービスエリア、それから指定道の駅っていうのが用意されてて、指定道の駅が3ポイント、道の駅が2ポイント、サービスエリア、パーキングエリアが1ポイント、これを15ポイント獲得してゴールしなきゃいけないっていうことなんですよ。でそのどこを走るかとか、どういうペースで走るかっていうのは自分で全部、任せられているので、それぞれ自己完結型のイベントということでね、最後に夕日とともに千里浜でみんなで会いましょうという、全国からね千里浜を目指してライダーが集まるというイベントになっています。え、どこで曲がるの？ここ？ジャンボフェリーって書いてるわ。うん、あ、本当来てないんだけど。ニューフェリー？いや来てない。本当だよ。あ、まあ寄港便だからね。あ、そっか。うん。ここか。
高松行きフェリー車両駐車場、とりあえず受付をしてこよう。ね、ここだ。エロ本入れるやつだよ。今はもうこの間口じゃ入らないな、うん、教えてあげよう。今はもうあのダウンロードの時代だよ。これ恐竜コンピラ2っていう名前なんだね。わすごい、デッキにトラック積んでる。あ、ニャンコだよ後ろ。そうだよ、尻尾がついてるよ。よし、挑戦です。行きましょう。おお、はいはい。うわ広い中。うわ何、ラフターも積んである。ギリギリだね。全部入ってるんじゃない。オリーブが入ってる。ごちそうさまでした。ありがとうございます。神戸港に到着。おお、なんかこっちにもフェリーいるんだね。うん、神戸エキスプレス、どこ行くやつだろう。大きいね。宮崎だね。ああ、宮崎ね。うん、ポートタワーあれなんだね、あの工事中なんだね。うん、残念見れなかった。うん、なんか囲い取ったら新しい形になってたりしないよね。大丈夫だよね。
一応あれデザイン性を重視してるから、うん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 、なんか東京タワーのちっちゃいやつ出したらショックだよね。そう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 、あれみたいな。そこにさ、174号日本で一番短い国道ですって書いてあるよ。あ、そうだよ、これここで終わりなんだよ。180m って書いてある。こっからそこまでか。そうだよ。で左に曲がればいいのかな。うん、ここ三宮駅だよね。そうだよ、うん、このまま一駅分左に行きましょう。ああ、そこ、うん、よし、ここ元町駅じゃない。そうだよ。ああ、そうだね、元町駅だね。うん、うん、よし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 、はい、うん、よし、無事クマカいっぱい買ってきました。そこのね、後ろのチケットショップで売ってました。よし、これでみんなに配る分もゲットですね。やっぱさ、元町の駅のあたりの金券ショップに売ってるって本当だったんですね。よし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 、バス停か。本当だ、うわ、2台止まってる。本当だ。まずこれ右だな、右、家帰るみたいな。そうそうそう、よし、高速道路だ。ここから高速、ね、道路みたいだね。うん、バー、あ、バー、オッケー、バー下がってこないタイプかな。あの、道の駅めちゃめちゃでかいのよ。ああ、そうなんだ。プレ、アウトレットとかもあるのね。うん、読めないわねえ。うん、王蔵何キロ6764。おっと、で左、うん、中国道方面。はい、あ、バイク来た。え、無視された。シートベルト見てんのかな。うん、多分ね。大阪方面だね。右か、右だよ、右。ごめんごめん、間違った。舞鶴か。舞鶴側。舞鶴若狭道、中国道から舞鶴若狭道っていうのに乗ると思う。で、敦賀に行く感じね。そうそう。なんて読むんだろう、西木かな。西木って書いてた。西木か。いっぱいいんじゃん、先入れるか。うん、じゃあ給油も済んだし、1ポイントゲットして6ポイントになったね。行きましょう。はい、武藤部だそうです。さあ、ここ寄っていきますよ。すぐ出発するから、とりあえず邪魔にならないところで。あのね、止めてるのがあったんだけど、それがちょっと外れてきた。どうしよう、どうしよう、ここがピットインだ。いや、うんとね、ここはやっぱりね、邪魔にならないところに寄せて。だからだ、うん。カット。あ、
あと休憩だよしよし、今のうちに。あそこにやっぱ頭からね大型バイク入れちゃうと、うん、まあ、出んのが大変だからね。リスクがあるからね。嫌なんだよね。トイレに泊まる以外はなかなか頭から突っ込めないよね。荷物も多いしね。そうなんだよ。で降りるよ高速。降りる。で幅広って。あトレーラーとかはここ降りるからか。うん。ここもリアス式海岸だよ。ああそうなんだ、三陸と同じ。昨日のなんか島々のあの走ってる時とまた似た景色でもあるよね。昨日もこんな感じだったね。そうだね、みんなハーレーみたいなのが来るわって。うん、ほんとほんとだ。潮風ライン。おいお前の車、おい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 、やれてるよ。 FZR FZ、 そうか、越前ガニだもんね。うん、そうだよ。越前クラゲね。あとなんだろ う、 越前、越前がつくやつ。大岡越前。大岡越前、違うんじゃないかい。大岡越前の神はこの辺なんだよ、本当に。あ、そうなの。大岡越前って、あの越前って名前じゃないの。大岡が名字で越前が名前じゃないの。違うのね。大岡越前の神忠助っていうのは、あの人、忠助が名前なのね。越前が名前じゃないんだね。ここ、うん、バイク止めとこは、いただきます。本日のお刺身定食、ぶどう、エビね、あそこに売ってたんだ、甘エビ。いただきました、美味しかった。特にね、これエビ、イシダイとメバルとメジナと、なんだこれ。ここもすごいね、断崖絶壁のところに家があってトンネルがある。おう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 、自由だな。よし、出るよ。あ、ここに書いてある、石川県カカシ、最終のもうね、千里浜まであと100キロも切ってるからね、88キロ。予定到着時間は6時23分ということで、マジギリなんだ。富山、福井、どっちも難しいな。富山だな、富山。金沢に入ってきました。まもなく金沢森本というところから能登なんちゃら街道みたいなところに入っていきますね。残り距離千里浜まで、あと36キロでね、時間が、今6時、予想到着時刻が6時34分ということで、25分余裕があります。ちょっとね、雨が降ってきて、ちょっとね、雨が降ってきてるんですよね。あ、持ってくれればいいな。よし、開きました。さあ、ここからはね、4年連続4回目の能登里山街道。さあ、みんな帰っていきますね。 SSTR から帰っていく人たちと、これから向かう僕とね、このカーブを抜けるといよいよゴールの千里浜へ向かって最後の直線になります。
転ばないようにね。いやー、夕日だー、今年もじゃない、太陽は見えないけど夕日は見えてます。さあ気をつけないとね、合流ね。夕日が見えます。みんな手振って、沈む夕日が見えてます。最高。いっぱいいるねねえ、あ、まだ写真撮ってるけど、もうね、今日初めて太陽あれだね。うん、すごいね、結末。うん、誰もよし、行こうか。余裕か。うん、オッケー、行きましょう。オッケー、行こう。今浜だね。はい、降ります。はい、降ります。さあ、ゴール。おまわりさんじゃないよね。うん、地元の。ああ、行って、さあ行きましょう。振ってくれるんだね。さあ、千里浜、夕日の千里浜、今年もやってきましたよ。4年連続ゴールだ。ん、うん、みんな写真撮ってる。沈むのこれ。沈むとまだだものね。うん。おー。飛んでるね。すごいな。今まで史上一番人がいる。あ、本当だ。なんかちょっと固まったんで、今日は。今日走りやすいな。でもなんか狭い気がする。ちょっと。いつもなんか狭いね。うん、なくなったのかな。左沢さんを探せ。海の家みたいなところってです。うん、海の、ま、うんとね、の先は空いてますよみたいな、ついてますよと。いやだ、ニュル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 だ、ニュルニュル。こっちは冷た、冷た、跳ねて冷た。こっちのもっと深いとこ行こう。うわ、冷たい。うわ、冷たい。うん、それ海水じゃないの？わかんない。あ、水。楽しいじゃん、水たまに入った方が。あ、そう。いないかな。前行って。いないね。送信完了。OK、送信履歴。感想おめでとうございます。達成。いた。あ、左倒していた。そこにいたんだ。いた。見つけたね。よし、行こうか。いよいよ本当のゴールが見えてきました。あ、写真ポイント、
ああいた。偽警官だ。偽警官。偽警官。今年も偽警官いました。メイドがいる。感謝を伝えたいなと思っています。監督って声聞こえました。よかったね監督。ここなんだよね今日のホテル。ここ満天ホテル。さ、平間さん、はい、ザスザスザス、カジキマグロのことです。はー、海外です。はい、ありがとうございます。こんな近くにあるんだ。めっちゃ歩かないといけないのかなと思ってたけど、ここに1個宿があるでしょ。泊まれるの？これに泊まれる。その右側の車は何？なんだこの車。よいしょ。